秒で終わる試合ですね、どっちも、ね、どっちが勝っても数秒で終わるという試合です。あー、開幕コロコロ、開幕コロコロ来ましたよ。あれ何に当たるの意外と反撃むずいですよね、あれね。はいあいや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 、おっと、小判で止めて、あー下からもうスタンリーチ、これは間に合ってない、投げてく、おっとうまい中キック、何も当たらず、さあ、よくあるやつ、これは削り切りですね。いやーデコイスさんむちゃくちゃ最初からガイわちゃわちゃしすぎですね。あの竜巻をしゃがんで透かしたときに後ろでコツって当たるの本当に大変ですよね。あれこ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 れね、これね、あれまあ後ろにガードするっきゃないのかな。まああとはブロールしかないですね。まあエレナの場合はしゃがんでりゃ全部スルーなんで、あんまり考えたことないですけど、どんだけ低いんだって話ですさあ解放、解放から後ろから、おさあ赤風呂取っている、はい、先鋒戦はデコイ勝利で、次はさあ次は誰出てくる。さあ渋谷県の登場、渋谷県、はい、デコイ対渋谷、はい、さあキャラサーを押し付けてきた形ですが、大山勢同士ですね。渋谷さんは久々の参戦ということで、うわ、いって豪気にしゃがみで一文字は減りますね。あ、しかしデコイが落ち着いて端をキープ、お、これは一文字がでかい。渋谷、渋谷県が全然ひよらないですよ。さあここから上へ行るドット、あーしやばい、あのドットか、1ドット残るかがもう本当にね、はい、1ドット残ってればまだね残空をガードっていう選択肢があるんですけど、あーこれは陣雷をぶち込んでいって、お、足合戦、足へ押し込んで、あー高めから、高め台形からメッパ、これはつながって、つながってます、素晴らしい。ゲーム音が歪んでるみたいなことをコメントから、高め台形メッパはなかなか見ないですね、ちゃんとつながってました。さあ大将ヘボ流登場、はい、大将ヘボ、はい、あ、そうでもないみたいなご意見もあるので、もしかしたらそうでもないかもしれないです。お、大昇龍いって、そうですね、ヘボは昇龍の思い切りがなんかちょっと人より2段階ぐらい多いんですよ、確かに昇龍拳思い切って打ってくるんですけど大なんですよ、はい、しかしデコイ盤石でございます、はい、はい、ちょっとゲーム音調整してみたいなので、もしおかしかったらまた言ってください、お願いします、はい、ありがとうございます。平凡がかっ飛んでいきました、これは、おお、牽制の大パンが、さあしゃがみくらい、いや激減り、あはー滅殺じゃない、さあ中足デコイの3立て、先方3立てでございました、運営に優しい